あ僕目押しなかったですけど、今ここチェリーって言ったじゃないですか。チェリー外れてリプレスを、はい、347ゲームで登れましたね。いやマジっすか。ああよかった。うぜー、一番ドキドキするとこ瞬間しかなかったですけど、やったよ先輩、俺やったよ。はい、10連達成。おお、まあまあすごいですよこれ。さて1ゲーム連3回目でおっちゃん400枚になってますけど、上で総獲得枚数2231枚になってるんですよ。これでもう完走なんじゃねえかなっていう、そんな気がする。で僕あの千葉レール完走、まあこれが多分すると思うんですけれども、完走するの初めてなんで、どういう感じで終わるのかちょっと楽しみですね。やめなくてよかった。25ゲーム、おもろいねこのワクワク感。まあ中身がはっきり分かんないからこそなんですけど、千葉リオのすごいのはこれすごいこう完走クラスの連チャンした後にユリカがリセットされるとまたチャンスが来るってことなんですよ。だからまあ満杯出たりとかしてるんですよね。まあ相当難しいですけどね、そんなんするの。上ではちょうど今2500枚です。あらちょっとよくわかんない。え、やっぱユーリカは1回飛び入れてたのか。飛び入れてたら超ラッキーですよ。逃げ決めってことですよ。さあこれで最終ゲーム、普通に終わったの、普通に終わった。え、やっぱユーリカはリセットされてたのか。ただ俺が見逃してたのか。今31、はい、次で32、ここで消えるはず。消えた。やっぱさっき見逃してたの。いやでもこれ消えたタイミングで見たけどついてたんですよ。まあちょっと僕の見逃しってミスがあるとちょっと分かんなくなっちゃいますけど、まあ、見逃してなかったら、まあ、今までない挙動でちょっとはてなっていう感じなんですけれども、まあ、とりあえず今はやることはこれ消えたんで、次またこれ朝一と同じと考えて、チェリー何回分までやるか。僕はもう5で見切ろうと思ってます。基本的にそうしてますいつも。いきます。いや今のすごいびっくりしたね。バトル中にリーチ目1万役引いたの初めてかもしれない。あれがもともと勝ってたバトルだったらどうなるんだろうね。2個出てこねえから。お、いけるじゃん。ヤオス倒す、でかい。おお、倒せた。めっちゃラッキー。ああ倒せた、よかった。はい、というわけで643枚8着、レギュラー後のコインもちょっとあるんで、これで3枚で言ったら多分ちょっとプラスになりましたけど、いやーまあまだやりますよ。この間ちょっとね、またコメント返しのをちょっとしとこうかなと。で、バラエティの人より、ガチ系の人を意識したりするんでしょうか。まあなんだろう、意識っていろんな意識があると思うんですけど、大体はライバル意識とかね、なると思うんですけど、ライバル意識はねあんまないです。というよりも僕はどっちかっていうと、やっぱりこう今バラエティの人が多いじゃないですか。でやっぱバラエティの人の方が支持されてると思うんですよ。で別にそれはもう当たり前だと思うんですよね。それでもやっぱりガチ系って言葉があってのか分かんないですけど、パチスロで勝つことに向き合うみたいな方が僕は好きだし、自分もそうだから、そういう人たちがこう支持されると嬉しいです、うん、あ、よかったって思います。まだねこういう俺らでも需要あるんだと思うんで、だから、うん、いい意味で意識しますね。
でもバラエティー色の濃い番組に出るとプレッシャーはあります。あのこの番組はねすごい気軽なんですよ。やることは大変だったりもしますけども、思ってることはそのままやったりね、行動すればいいので。ただバラエティーの場合はどう来るか分かんないって恐怖がありますね。お、これでね4回目、一応5回の天井意識するんだったら次で終わりです。はい、来ましたね。これで、天国チャンス B が選ばれてたら次元目で光ります。光らないと終わりですね。お、これ光るわ。だいたいチェリー2連の後光るんだ。朝一もそうでしたね。あれ、ああ当たってました。うわすごっ、ついてる。これでそのまま天国行ってドカッと出るみたいなのが縛り屋の爆裂パターンです。当たっちゃったよ。おお、リプレイだってこと光るわ。大丈夫、俺大丈夫。梅わさっぽく、あ、梅これ31。これどうだ、チェリーか。とりあえずチェリー、次で終わりですよ。あ、どんどん、はい、消えましたね、消えました。で一応ね、さっき の, あのリプレイで、1ゲームでいってるんで天国以降ですね、多分。で有力感リセットされたんで、また、ここからチェリー5回やります。じゃあもう梅ちゃんいっぱい出すから、今日は僕があの全部ご質問に答える係になりましょう。で行きましょう。じゃあまた引き続き、質問です。昔梅屋さんが北斗を中心に立ち回っていたことは他の動画で拝見したのですが、同様にわさびさんはどんな騎士を打っていたのか。あ、バトルだ。またお二人が転んで打っていた騎士なんかを知りたいですという。飛んだ。よし、若干熱い。おー、熱い、熱い、熱いよ。あー、ぶら下がってる。ちょっとあんま詳しくないですけど、プレミア系はビッグ確定とか結構あるんですよ。あれはプレミア系になるのかな、この紐は。やめて、頼むよビッグ。ここは、よし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 。浮いた。そうですね、北斗で梅君が立ち回っていたっていうお話を何から聞いたって、書かれてましたけど、ということは時期的には4号機の話ですかね。4号機の北斗の時代は僕北斗の剣、4号機の北斗の剣のもう機種担当だったんで、もうこの世界で実は仕事してました。まあ、主にあの雑誌を作る側というか、ページを組んだりライティングもしたり、そういうのが、まあ、データドリームとかもそうですけど、そういうのがメインのライター業、今みたいにね、どっか出役で出るとかじゃなくてしてたんですけど、でもその頃ももちろん稼働は通常通りしてまして、空いてる時間はね、そういう時によく打っていたのは、そうですね、北斗の時代だと何になるのかな、多分まあ花火とかニューパルとか、もちろんそういうな原産地判別ができるもの、それでなければよく打ってたのは東進雷電、花田勝とかストリートファイターとか、ああいうなんかストックに毛が生えた系のストックよく打ってましたよね。まあ、あとはハイエナですよね。仕事内の間はやっぱハイエナが多かったんで、もう年がら年中設定値で背置きのホールがあったりして、そういうホールをなんかあの本当3日酔い越したハイエナとか1週間酔い越したハイエナとか、そういう
立ち回りが多かった気がしますね。設定が積もれるときは、まあ、原産地判別で、まあ、確率に積もるが一番多かったし。一回でいいから来ないかな。よしよし。あ、今遅かったよ多分。ついにミスりましたよ。これで生涯4度目のミスでございます。お、倒せる。期待持たしたら今の562枚と。ということで、もうチェリー5回プラス前兆も含めてフォローしたので、これでやめでいいと思います。さあ2629枚と。いやこんな楽な2600枚久しぶりですということで、まあ、残りまだ時間少しあるんで、まあ、正直もう無理はしなくていいと思うんですけれども、まあ、ちょっとわさびさんの報告がてら、ちょっと台探したいと思います。先輩、はい、今終わって、はい、2600枚流しました。やばというかずいぶん長かったね。あの1回終わってからまた当たって、うん、まあ、ちょっとだけ連チャーしたりとかして。やばい。でもまだ時間がちょっとあるんですよ。どうします？あとなんかあのお茶を濁そうかな。はい、まあ、ただ今日も負けはないと思うんで。本当ですね。たまには気軽に。確かに、はい、やるな。気軽に楽しんでください変わろうか。え、変わる。打ち方変わるよ。それは大丈夫です。それは大丈夫です。それは大丈夫です。いや、いいね。たまにはこういう余裕も必要だよ。だってあんだけ大スターって島一じゃないですか。スターだよ。俺なんかもうひらがなでスターです。梅ちゃんじゃない、もう梅屋様だからね今日。本当、うん、様よ。どうすかな。まあ普通に甘いの打って終わりにするっていうのでも全然いいですけどね。バーサス打つかな。まあ、この甘い機種の中では一番好きなのはバーサスなんで、まあ、ちょっとバーサス打ちましょう。梅屋様の、あのお手を煩わせないようにもう一個ぐらい読みますか。これ感想だな。お、あ、バトルだな。これ読もうとすると張ってですね。ずっと議論だぞ。今度こそ倒せ。3度目の正直だ。お、いいぞ。何やってんの。夜夜夜。ああでもさ、攻撃し、あ、弱ー。よっと、やったやったよ。頼む、ビッグでお願いします。本当にお願いします。いやー頼むって。もう1枚2回引いてんだけど。おめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとう。やった。まあまあ560枚70ですね。グー。一応3枚はプラスにはなったのかな。まあ完全に甘い機種っていうことに今日徹したっていうのは、まあいろいろとね、あの打ち回らないで、まあある意味良かったのかなとは思いますけどね。はい、というわけで、実戦の方終わりたいと思います。コインの方流していきます。多分1万4000通したんで、まあ多分プラスにはなってるんじゃないかなと思います。897枚。あ、200枚ちょっとかな、ブラストだと思います。このね、30杯からこのカードに1回入れて25枚も打てるってのはいいですね。やっぱあのチバリアみたいなね、シンプルで謎めいてる
まあ、矛盾するだけどまさにその言葉ぴったりだと思うんだけど、シンプルだけど謎めいて香ばしい台もいいけれども、こうねこのキラキラしてでいて、まあ、デメとかにさシンプルっていう中身もシンプルっていうバーサス、おおてか二角だったし手止まんなかったね。レギュラーすぐ当たりましたね。165ゲームレギュラー、おっつー、どうしようかな、スイカボーナス赤な狙って二角させるかで、あースイカかな、スイカはレギュラーです、レギュラーです。かっこいいね、でもこれもね今日よく当たるね、こんな日もあるさ、おお手止まんなかった、二角だよ、よし、いい締め、もう終わりなんすよ、よし最高、まず今日はまんなかったな、やめます、大満足です。はい、実践終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやですね、ねいやです、うん、もうでも僕この梅わさで、はい、こんな結果残すのはもう無理だと思ってます。えこれから先そんなことないよ、だって、うん、投資46枚ですよ、うんうんうん、1本で当たって2799枚流してるんでプラス2753枚、本当だよ、ずるいよね、これはちょっとずるかった、今日今日一店で一番の厄介者だったと思います。厄介者ってまあ、まあ、すごいね、で結局バーサスもちょっとはバーサスも、はい、本当9ゲームぐらいで当たってレギュラー5回来て、はいはいはい、最後にビッグ引いて、はい、バーサスでもプラスになった、いやもう最高じゃないですか、いやすげえな、もう今日梅ちゃんじゃなくて梅様ですよ、いやいやいや、そう梅様ってなんかちょっとねちょっといやらしい感じまあ確かに、ね、どうぞ、はい、私はですねガメラ結局1台打ち切りになりました、はい、で投資が14本、はい、獲得が897枚ということで、一応253枚、いやいや微力ながら、一応浮いたんで、はい、まあ良かったかなと思っております。いや2人ともプラスタッフなんで、もちろんしっかり機械割りは今回も100を割と今回はがっつり超えたというか、でもね、はい、あの朝一に引き続き謝らなきゃいけないの、僕今日ね目押し1回見せました、僕はあの最後バース外しましたからってやったらいやでも珍しいですね、だからそういう日もあるってことですよ、まあ必ず下段にね多分ビタ止まったね、僕は遅かった、遅く見せるとやっぱ上手い、うん、そうそう、いやいやいや なんでそこ申し上げて、いいっすよもう今日はもうずっとこういう感じ でもあれっすよ、僕あの、うん、まあ結果的にあのまあ運よくいっぱい出たんですけど、うん、こういう立ち回りって2人いるからできるんですよね、はい、だって僕あれ、はい、チェリー5回でヒットしなかったらその後普通に途方に暮れるっていうのが待ってたんで、やっぱりわさびさんがそのねあの甘いのをがっつり腰寄せで打ってくれるっていうのが分かってたから、はい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 、ちょっと最初は自分は流動的に動こうっていうのができたんで、腰を据えてかです、腰を据えてなんて言ってくれてるけど、はい、もう途中でもうこのビッグでやめたい、もうこのビッグでやめたいってずっと言ってたからね、あのガメラちょっとあるあるっすね、うん、そうそうもうこのビッグってやめたいって、そうそう、もうまたどうせ500とか言って化けてきて後悔するんでしょみたいな、はい、もうそういう未来ばっかりがこう頭をね、はい、支配してくるんだけど、めちゃくちゃ分かりますけれども、まあとにかく素晴らしい、はい、なんか、はい、気づいたんですけどこうなりません、そうですね、今のところこうなってます、そう、はい、どっちかが出すが交互にこう来てる感じがするんで、次は私に、あ、そうですね、今日はね、本当に世話になったけど、なかなかそのやっぱ勝利目指す番組でもそうじゃなくて、うん、2人で4連勝ってなかなかできないと思うんで、はい、すごい、いつか負けるが来るんでしょうけど、まあね、はい、2人ともどうにもならない日が、そう、それが次回じゃないといいなというふうに思いながらね、はい、また次回以降も、はい、楽しみに見ていただければと思います、はい、それでは今回は快勝で終わりました、また次回お会いしましょう、さよなら、ありがとうございました。